トマ・クチュールは、フランスの歴史画の画家、美術教師。クチュールは、オワーズケン・サンリスに生まれた。11歳の時、家族と一緒に、パリに移った。そこでクチュールは、エコール・デザールへメティエ、続いて、エコール・デ・ボザールで学んだ。ローマ賞に6度挑んだが、ことごとく失敗した。しかし、問題は、自分自身ではなく、エコールにあると感じていた。1837年。 ようやく、ローマ賞を受賞した。1840年からサロンに、歴史画と風俗画を出展し始めた。いくつかのメダルを受け、その中には代表作の、大廃棄のローマ人たちも含まれる。この成功後間もなく、クチュールは、新進歴史画家に転じることで、エコーレデー・ボザールに挑戦する意味で個人のアトレを、解説した。トマクチュール。 大廃棄のローマ人たちクチュールの革新的なテクニックは各所から注目され、1840年代後期から1850年代にわたって政府や教会から壁画制作を依頼された。しかし、クチュールは最初の二つの壁画を完成させることができず、三つ目の壁画は様々な批判を浴びた。その批判に打ちのめされ、1860年、クチュールは パリを離れ、故郷のサンリスに戻った。そこで自分のところにやってきた若い画家たちに絵を教えた。1867年、独自の考えと創作方法に関する本を出版してアカデミーの体制をバカにした。クチュールの教え子には、エドアル・マネ、アンリ・ファンタラ・トゥール、ピエール・ピュビスド・シャバンヌといった後の美術界の権威者たちがいた。出版社から自伝を依頼された時、 クチュールはこう答えた。電気は、名詞の賛美、名詞はこの時代の災いのもと。クチュールは、バルドワーズ兼ビリエイコールルイコールベルで亡くなり、パリのペールラシェーズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。